えっと、皆さん、こんにちは、っていうかですね。あの、もう一回、もう一回ですけど、あの、週刊手帳術の著者、海野隆史と、滋賀県の上田優さんを交えて、また、あれさっきも話してたんじゃねっていう話なんけど、あの、ちょっと、あの、ついでの話というか、続きの話をしたいと思います。で、ちょっとね、あの、質問が来たので、 ちゃんとそれにお答えしましょうって、どうせなら撮っちゃえと思ったんで、ちょっと撮ってみますけども。えっと、お悩みの <laughs> もう一個目。はい。はい。えっと、締め切りと納期の話になるんですけど。はい。あのー、まあ、あの、うのさんの本の中では、まあ、締め切りは最後の日。で、まあ、納期っていうのが、あの、まあ、実行。 行動の日っていうふうに書かれてたと思うんですけど。うん、ま、あのー、僕の中ではそこをちょっと間違え、間違えてるというか、あのー、締め切りだけをずっと意識してたんかな。まあ、最後の日ですね。まあ、いついつまでにできたらいいわ。そこだけは意識した。うん、ま、結局いつその締め切り達成するまでので、ね、やること、いつ行動するかっていうのを かけてなかったなっていうのは、<laughs> はい、<laughs> あって、ちょっとその辺の話、まあ、あのー、7月は、えー、あのー、納期、自分が実行する日、動く日っていうのをしっかり、設けて、あのー、それ通りできたかなとは思うんですけど、うん、まだなんていうんですかね、ちょっとあのー、しっくりきてないと言いますか。あー どの辺、逆にしっくりと言ってるっていうことは、あ、なんか、ちょっと漠然としてるかもしれないです。そうですね。まあ、あのー、どう言ったらいいんですかね。ま、まあ、あ運のさんが、まあ、どんな風に、その、まあ、締め切りと納期をスケジューリングして、なん,ていうんですかね、行動されてるんかっていうのは、なんか、言える範囲で教えてもらえたら、ちょっときたいなっていうのがあって、 隠してること僕一つもないですからね。<laughs> <laughs> そういう、そう、こと、手帳に関して言うとね、<laughs> もう、あの、手帳も全部、ほれほれって晒してるから。<laughs> あの、もう、最悪、かけたことは、本当のなんかその、個人番号だったりするとこ以外は全部隠してないんで。はい。で、あの、あの、高田さん隠してるから、消しかなって話じゃ、消してなくて、あの、僕はなんかそれを見て、なんかその参考にされて、 てくれる人が人が一で、もいいいるるんんだっったたら別に僕はさ晒した方がいいと思ってるんで,でお客さんの名前書いてるわけでも、そのね、えげつないこう数字の、その、いくらいくら儲かりましたみたいな、そういうことが書いてあるわけじゃないから、あの、なるべくさらしたいと思ってるんですけど、えっと、ちょっとね、その、の、締め切りと納期という話をしようとすると、本に書いたことがあることとないことを、ちょっと話、 えっと、書いたことをね、今更話してもっていう話だったりもするんで、あの、なるべく、はな、書いてないことを話したいとは思うんですけど、まずその、上田さんが思っている、その、締め切りというものと、私が思っている、その、納期というものがどう違うかというと、えっと、あくまでも、締め切りというものは、えっと、時間管理をする中の、 えっと、時間的な日だったり、時間だったりすると思うんですよね。で、えっと、私が思ってる納期と言っているものは、自分が決めた行動するときの、えっと、しん日、日になるんで、あの、どうやったってその行動管理の中のやる日だったり、やる時間だったりもするんで、あの、 締め切りを、えっ、ー、と、守るっていうのは、まあ時間を守るみたいな話ではあるんですけども、ただ、上田さんがやるかやらないかって話をしたときに、守れてないんだとすると、あの、時間って自分でコントロールできないものだとすると、まあそれは当然同じことをしてても守れませんわね、みたいな。 えっと、もうちょっと言っちゃうと、守れなかったとしても、時間が足んなかったっていうことだったりとか、えっ、ー、と、上司がガンガン、こう、なんか、仕事をぶん投げてきて、最終的にできませんとか、できなくなっちゃいましたみたいな話だったりもするんですけど、ただ、えっ、ー、と、こと、納期という行動管理をしようとすると、それをして、しなかったのは誰のせいだって言ったら、あなたですみたいな話なんですよ。だから、 えっと、僕がその時間管理をしないで行動管理した方がいいよと言っているのは、まあ、まさにそこで自己責任取れるのか取れないのかっていうことだったりもするんで、絶対そこって、その、あの、締め切りというものを意識するというか、まあ、誰に聞いても締め切りはいつですかって私も聞きますし、うん、あのだからといって、その納期はここですって、 あの、口には出さないですよ。あの、それってね、できなかったら困るからっていうのもあるんですけど、うん、そこはずる、ずるしてもいいと思うんですけど、ただ、あの、締め切りはあくまでもた他人が決めたことだったりすることが多いので、あのそ、それは、あの、守らなきゃいけないんですけども、今度自分に嘘をつくかつかないかという、そこのところになると思うんで、うん、うん。そこのところをまず、その、 自己責任っていうふうにちゃんと取れるか。えっ、ー、と、上司が何か言ってきたからじゃない,ないよっていう話なんですね。お客さんが言ってきたからじゃないよっていうことではないので。だから、そのまで、までにっていう話は、あの、全然、その、やるって決めたわけじゃない日にちのことを言ってるということですという、そこの、まず認識が違うとまずいっていうところです。 で、そうなってくると、今度、その、自分の手帳に書くところがどこになるかって話なんで。だから私は、その、まず締め切りは、あの、カルヘで、締め切りいつですかって聞いて、で、上司が何日までだよって、まあ、例えば今日だったとすると、まあ、例えば来週20日までに終わらせときゃいいよっていう話をされたんだとすると、 まあ、私はどうするかっていうと、じゃあそれがどこでできますかっていう話になるんで、うんうん、自分の行動がどこでできるかということになるから、まあ今日は13日であの休日なんですけど、例えばそれが15日に着手できるんだったら、15日の手帳のページのところにこれをやるっていうふうに書きますと。うん、で、締め切りはって言ったら別に書かないですって話。 で、まあね、あの、一日でできる仕事ばっかじゃないと思うんで、それがまあ3日かかるんだとしたら、その3日のスケジュールをちゃんとつけますね。で、えっと、ちょっとね、これはいろんな人には同じようなことを聞かれて、同じような答えをしているはずなんですけど、うんと、例えばそれが3日で終わって、じゃあ、 2日ぐらい空きましたねっていうとき、上田さんってどうするんですかねまあまあ、その、ま、万が一という話をちょっとしたら失礼かもしれないですけど、はい、うまいこと言って、あと2日ありますわって言ったら、そのときってどうされるんでしたっけ、まあ、残り1日、まあ、2日ある中の1日で、一、まあ、日の、まあ、半日で確認、最終確認して、うんうん、でもう一旦出しますね。あの上司に提出しますね。それはもう。 ルーティーンというか決め事になってたりするんですかまあ、そうですね。あの、まあ、時間が余ってたとしても、そこまで、まあ、ずっと持っとかずに、もう先に出してしまってから、まあ、上司のフィードバックがもしあるんでしたら、まあ、残り、う感じで、やってますうん、うん。それってずっとそんな感じですかね 基本、まあ、スタンス、そうですね。あのー、時間が、時間というか、あのー、残り余れば、絶対そういうふうにしてます。うん、余ればす。ただ、何回余るかって話。やべえっていう時もまま、ね。やべえっていう時もある。えっと、ね、例えばですけど、さっきね、1週間って言いましたっていうところで、で、まあ、どう考えても3日かかると。傾向的に言うと、 どっちよりなんでしたっけ ?1,2,3 ってちゃんとやるのかそれとも3,4,5でやって。いやー、ま、間に合ったでしょなんか文句ありますかみたいな話なのかあ、でも、ここはあの、嘘じゃないですけど、どっちかでもう1,2,3で一応終わらせられてる方が多いです、ね。あー、なるほど。はい。で、まあ、あ,あくまで4,5は予備。 呼びみたいな感じそこでいう、その、まあ、世間一般的に言われてる前倒しみたいな感じが近いって感じですかね。ですかね、はい。ああ<ー>。うん、要は、その、4号は、言うかて予備日でっていう。うん、そうですね。だ、まあ、納期という考え方というよりは、前倒しという考え方なんで。 ですかね、どっちかっていう。ううん、ああ,う、ね、あ,あ,あ、いや、わかんないですけど。はい。まあ、本を読むまではどう,どうしたかっていう話なんでしょうけど。で、まあ、本を読んで変わったわけでもないってことですよね。うん,うん。なんで、あの、まあ、これも話したことあるかな。あの、前倒しっていうのは、あくまでも、その、たな,んなんかを倒してるんじゃないですか。<laughs> 倒したもとってあの倒、倒すもとってね。うん 多分締め切りのことと言ってると思うんですよね、うん、だからあの、上田さんの場合はその多少ね、2日間の余裕があるのかもしれないんですけど、あのそ,そこがその前倒しって思ってる人って、その締め切りを中心に何日かを倒してるだけなんで、要はその4日目にとか5日目に風邪ひいたらまずいじゃんみたいな話だったりするんで。<laughs> <laughs> あの私の場合は、その最短でできる日っていうのを決めますっていう。要は、えっと、ゴールがここですよって話じゃなくて、スタートがどうですかって話を、えっと、意識をしていますというところですね。なので、あの、まあまあ、それがね、5日か,かかっちゃうとかっていうんだったら、まあまあ、ギリギリのは、まあし、タスクというか仕事なんでしょうけども、まあ、3, 3日で、あの、ね、さすがにそこって上司もアホ、アホでも、 悪が悪、悪魔も,でもないから <laughs>、多少の余裕はもらってもらあの、できてあ、あの、もらって叱るべきだと思うんですけど、うん。ただ、えっと、まあ、その、ね、3日、残り3日あるやとかっていう話では当然なくて、まあ、その、スタートがどこかというところをきちんと意識した方が、それがその、締め切りと納期の明らかな違いですね。要はけ、ケツがどこかじゃなくて、 最初がどこ頭がどこか。うん、なので、まあ、あのー、まあまあ、ちょっとね、躊躇する人だと、234とかっていう人もいるんですよね。言 <laughs> う<ー> <laughs> かて、早く始めないみたいな。どうしようかな、どうしようかな、みたいな人もい,はい,、はい、いらっしゃると思うんで。うんうん、なので、まあ、その、234って、そのす、すぐに始めないっていうのもこる。 困るで、例えばなんですけど、なんかそこの初日のところにちょいちょいなんかちっちゃいあの予定があって、ここまとめて取れないから始めらんないやとかっていうもいらっしゃる。多分いらっしゃると思うんで。うんそこのところはだから無理,無理くりにでも何かその初日に何かできることだけを進めるとか。はいはい。っていうことをしないと、まあねそ、それこそ何かあったらっていう話だったりもするのと、 えっと、まあ、今度その納期の後ろのところは、ダさんとかなりあの考え方が近いんですけど、あの、もうできたら見直しもしないというか、見直しはあくまでもう3日のうちに終わらせちゃって、で4日のその、えっと、確認をしてから出すっていう、そこすらもちょっと削って、3日の時に出しちゃったりもしますね。うん。 まあ、あの、ね、3日の仕事なんで、それなりに確認するべきところはあるのかもしれないんですけど、あのまあ、なんかそこで躊躇する必要もないというか、なんてうんですかね、うん、早く出しすぎちゃったっていう、ちょっと後ろめたさというか、本当はもっと余裕があったんじゃないかみたいな、そういう見方をされるかもしれないですけど、まあまあ、私はもうその3日で本当に終わっちゃったんだとしたら、 チェックまで終えた上で3日のうちに出しちゃいますかねっていうことですね、うん。で、あの、なんでかっていうと、その上司が見る時間っていうのもね、あの、あると思うんで、んあの、早く出してしまえるものは早く出してしまうとか、まあその確認を上司とするとかね、も,もしあれなら、ね、まあいつもどうしてるのかわかんないですけど、なるべくその、 えっと、レビューみたいなもの、するのか、あの、流しっぱーで帰ってくるのを待つのかわかんないんですけど、なるべくそこは、なんかそのあ、合わせた方がいいのかもしれない。まあ、その、はいうん、内容にもよるんでしょうけど、ね、なんで、えっと、そこのレビューする日程を決めるとか、っていうのがもしあるんだとしたら、で、多分、 その、あんまりちょっと予測の範囲ですけど、あの、上田さんの仕事って結構ね、100円200円の話じゃないじゃないですか、きっと。<laughs> 当たり前だけど。ね、多分、こけたらとんでもないことになると思うんで、やっぱそのね、あの、自分のコントロールできない、多分お金の範囲だと思うんで、あの、 そうならないためには、なんかそのダシッパーじゃなくて、ちゃんとレビューするみたいな話になると思うから。はい、まあ、だから、うんある意味そのレビューする日っていうのも日程の中に組み込むとか多分危険ですよね、多分。<laughs> ダシッパーでん、ハンコ、ハンコもらうまでになんか多分、口説き落とさないといけない人がいっぱいいるんでしょうから <laughs>、はい。<laughs> だから、まあ、そういうことを頭というか視野に入れて、 うん、予定を組むってなると当然のことながらその締め切りがどうとかなんて話じゃそもそもなくなってというか、はい、うんとは思うんでそこまでに上司に出すとかっていうそんな目標にすると多少なんかその締め切りがいつだからそこまでにやっときゃいいやみたいな話には <laughs> ならんのじゃないかなとかいうふうには思いますね、うん、実際そういうのってしてるんですか してます、はいた。まあ、多分そうでしょうね。しないとね、<laughs> 上田さん勝手に反抗したみたいな話じゃないですかあの。やっぱりあの、反抗もらうまでに一度、ちゃんと説明っていうかね、そのレビューしてー。そうですね。まあ、多分ね、あの、金額がでかいからっていうのもね、ね、きっと作用,、うんね、作用してるとは思うんですけど、はい、い,いい方向にね。 僕らなんか、その、何十万だったりすることもあるんで、あの、ちょっとか軽く考えてたりとか。うん。で、あと、その、ね、会社の中だとすると、そんななんか社内のこととかなんかで、温度差ってあるんですかああ、まあ、でもそんなにないですね、温度差的なのは。要はなんかその、んちょっと、 めっちゃ差がりますけど、なんかのアンケート書いといてくれって言ったら、上田さんってどうするんですかそれが一、同じく一週間って言われたら、はい。けど、あの、そうですね。まあ一週間、時間てもらったとしても、まあ本当に何日でできるかなっていうのを考えて、でも最短で作って、ね、さっきみたいにまあちょっと一日、 例えば、あの、まあ、一週間時間もらって、自分が3日で本当にできるんでしたら、3日で作って、で、4日目に確認で提出みたいな感じで、もうすぐ出しちゃうタイプです。でアンケートって、それこそ5分、10分もあればできるものもあるじゃないですか。あ,あそうですね。はいはい。そういうのも甘く見ないかどうかですよ。あ,あでも、まあ、一応自分の中のスタンスとして、その、ま、仕事のその、内容に、 大小をつけないというか。あ<ー>、まあ,あの。やっぱり自分とこ回ってきた仕事はあの全て同じ。まあ、実際のところに、ね、やっぱりそのアンケートなんか、何億のね、仕事なんかとかありますけど、うん、あんまりそこでその差をつけないようにっていうのは自分の中で気をつけているとですかね。あれそこは、なんでそんな教科書をチックな。<laughs> <laughs> あの、<laughs> ちょっと今そんななりましたけど、やっぱちょっと、若い昔、やっぱりそので、ね、痛い目を見てるというか。ああ、そうなんですね。あ、それならい、いいですけど。その、要はね、その、アンケートだからって、その最終日でもいいやとかって、思っちゃうと、やっぱそれってね、他のことにも影響するんですよ。うんあまあ、そうです。それはもう、重々承知したんですね。そう,そうそうそう。だから、<laughs> えなんでそんな、 教科書チックなこと言ってんのよ。<laughs> <laughs> そこ、そこはアンケートだからギリでもいいですわって思っちゃいましたって言ってくれ、欲しかったな。<laughs> もう一回言ってもう一回言いますか。<laughs> <laughs> <laughs> そう,そう,そう,そうね、それもそうだし、で、あのー、それって今度ね、今度プライベートのことに対しても同じこと言えて、うん。多分そのははや、早くできるとかっていうところをどこ、どこでそれが、 手かかけられるかみたたいな話だったりとかってあのそういうこと自身が第二領域みたいな、要は、えっと、まあ、緊急じゃないけど重要なこと。うん、で、僕はその、報道管理と言ってるから、じゅ重要なことだったら、早くやっちゃえばっていうこと。でそ、そこのところに緊急性がつくっていうか、要はそれをいつできるかっていう、うん、その逆,逆の発想をしないと、その緊急だからできませんとか、 その今、今、うん、ちょっと落ち着いたらやりますとか、隙間時間にやりますとかっていう、そんな話じゃなくて、うん、<laughs> そのあ、アンケートだろうが、なんだろうが、その、ね、あ甘く見ないで、ちょちょってやっとかないと、ガンガン言われてきて、その、最終的にアンケートそのものが答えられないみたいな。はい。うん、そんなことになっちゃダメですよ、みたいな話だったりもするんで、うん。そうですね。<laughs> っていうことをね、 その、上田さんにこんと説教を垂れたかったなという <laughs> <laughs> ダメだよ、上田さんとか言っちゃう。子 <laughs> <laughs> だったんだけど、あ、なんで引っかかんねえじゃねえかよ、とか <laughs>。<laughs> すいません。いやいやいや、でも、ちょっとその, <laughs> の、の、納期とその、締め切りというのは、うん、うん、その、あの、時間管理の締め切りっていうことだから、その、行動管理じゃないよっていう。 そ、そこのところは、ちょっとね、うん、あの、理解をちゃんとしないといけないし、で、例えばね、はい、その上田さんに今度後輩とかができ、いるんですかも。と、一応います。ああ、なんで、そう、そういう人にね、<laughs> もう偉、はい、偉そうに、お前わかってるかみたいな話、すりゃいいわけですよ。<laughs> はい、うん。その納期と締め切りが違うんだよ <laughs> <laughs> そうですね。<laughs> 分かってるか <laughs> みたいな話をすればいいと思うんで。はい。うん。あ、そ、そ、そらえな。なんかこう、うまく使い分けをするといい,い,いかなと。だから、はい。あくまでも締め切りはもう手帳の中に書い,書いてないっていう。うん、<laughs> うん。い、今はどうしてるんですかちなみに。両方書いてるのかなあ、両方書いてますね。あー、でも。 納期の方が <laughs> ど、どうやったって間違いなく先に終わるはずだから。うん、そうですね、うんそ。それをね、ちょっとチラ見しちゃうだけでも、なんか嫌な気持ちというか、まだここでもいいかなっていう気持ちが <laughs>、はい、<laughs> あんじゃねえのとかっていうところではあるんで、うん。で、それがね、まあ多分余計なこととは言わないけど、うん、ただあ、まあ、それがね、最終的にお客様に出す日がね、その締め切り、 っていうときもあるかと思うんで、あの、あ,あくまでもそのい、いらんとかっていう話じゃないのかもしれないですけど、うん、ただそ、その提出日だったら提出日で、締め切り日とは違うよねって、うんそう、提出が大事なんであって、締め切りじゃねえよなっていう話だと、うんはい、そこはなんか、そ,のそ,そこもなんかその書き方変えた方がいいかもしれないですね。その締め切りが、うん、その提出日だったとするんだったら、その提出するっていうところがタスクで、うん 締め切りはあくまでもその時,時間的なもの、うん、うん。提出することは行動だから、そこはなんかちゃんと区分けした方がもっと良くなるんではないかななんて思っちゃいるけど。はい。うん。っていうところですかね。ありがとうございます。なんとなくもやもやが晴れれば。はい。もう、ありがとうございます。いいかなと思って。はい。ということで、あの、はい 続きで見てる人は多分 <laughs> お、おまけ動画だっていうのがバレバレなんですけど <laughs>。<laughs> あの、日本立てかもしれない。はい。いといあの、いい時間になっちゃう。そろそろ帰ってくると思うんで。お昼作ってっていう話ですかね。今日そ,そうですね。作る日ですね。<laughs> そういう日なんです。はいああ。パパが頑張る日なんですね。パパが頑張る日です。 それはそうですよね。公園つく、連れてったら当然奥さんですん。<laughs> なんで作ってないのみたいな話にから。はい。い<や><う>早くに。られちゃうん。はい。あと締め切り迫ってますから。そうです。ということで、はい。ということで、また、えー、滋賀県の上田優さんと、えー、私、海野隆がお送りしました。ということで、ありがとうございました。2回目のスーーですはい。ありがとうございます。ありがとうございます。